僕はこの異常な光景に自分の目を疑った。奥様とフミさんは一体何をしているのだ。あら、寮のピーナスは随分若さを主張してるのね。あ、そうか、ここは四ツ谷家か。昨夜のあの無限のような出来事も現実なんだ。僕の白ブリーフの中の奥様とフミさんの愛液、あの家での出来事はまるで夢のようだ。母さんは母親として振る舞い、僕も実の子として振る舞う。そしてお互いにオナニーを見せ合うという暗黙の了解。男女の関係に踏み出せない僕らができる唯一の触れ合い。母さんは僕にオナニーを見られているのを楽しみ、僕もまたそれをおかずにアフェア、二人の奏でる二重奏。それなのに予想もつかない突然の破局。リョウさん、用意はできましたか。差し押さえって何ですか。それに母さんをどこへやったんですか。あなたのお母様である辰巳まどか様は四ツ谷昭恵様から多額の借金をされていました。そして現状の塾経営ではその返済は不可能ということになり、家に帰る時間を惜しんで金策に奔走されています。長期不在の代償としてこの家の所有権をお預かりしていますが、当方のご主人様のご好意により亮さんがこの家で暮らすことは許されています。そういった事情を説明するよう昭恵様から受けたまわり、私がお伺いした次第です。待ってください。何ですか。あの僕にできることはないでしょうか。できること。その借金返済に協力したいんです。僕は母がそこまで追い詰められていたことを知りませんでした。今からでも母に甘えていた分、親孝行したいんです。だから僕を買ってください。そうですか。残念ながら私には権限がありませんが、昭恵様にお伺いを立てる機会なら作ることはできます。あら、二人とも早いのね。昭恵様こそ私がお越しに参るまでなんか興奮してしまったのか、昨夜は眠りが浅かったのよ。 Give him me a good old rub 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 Boy, help me. 寮を三発も発射したのにふみ、食事は部屋に運んでちょうだい。今頃になって眠くなってきちゃったからベッドで食べるわ。はい、わかりました。私は昭恵様の朝食を用意しますので、亮さんは朝食を取ったら庭の草取りをお願いします。スープは自分で温めてくださいね。いいですか。昨日みたいなことがそう何度もあるとは思わないでくださいね。それにしてもフミさんのあの初々さは何だろう。30代というのにまるで女学生のようじゃないか。同級生の女子とは違うみずみずしさがある。普段は大人らしく落ち着いた振る舞いなのに、時折頬をあからめてうぶな素顔を見せる。そんな姿にひどく心を動かされる。やはり外界から隔絶された中にいるからだろうか。来るなら連絡を入れてからになさいと何度も言ってますでしょ、玲子さん。あなたも大人なのだから、いい加減礼儀というものをわきまえてほしいものね。あら、いいじゃない。たった二人の姉妹なのだし、突然お姉様の顔を見たくなることもあるわ。親しき仲にも礼儀あり。それにあなたの目的はお金の無心じゃなくて。違うわよ。お姉様が久々に雇った新しい使用人ってのをちょっと見たくなっただけ。うん、まあいいわ。ただあらかじめ言っておきますけど、この家の主人は私であってあなたではないのですよ。リョウさん、
あなたはまだ若いのでわからないかもしれませんが、自分の主人とそのお客様の会話を盗み聞きするということは非常識と非難される行為なのですよ。あら、フミ、お久しぶり。あなたには不愉快かもしれないけど、また少し厄介になるわね。そう思いまして、荷物の方はいつものお部屋に運んであります。気が利くのね。まあいいわ。君が寮、玲子さん、寮さんにもするべき仕事がありますので、あまりお引き止めなさいませんように。使用人の分際で随分な口の利き方ね。あ、そっか、あなたもしかしてこの子に何か特別な感情を抱いちゃってるとか。へえ、図星ってわけ。君ってまどかの義理の息子なんでしょ。玲子様。おお、怖い。じゃあまた夜にね。玲子さんは母さんのことを知っている。それに母さんの名前を言う際に見せた憎しみのこもった瞳。母さんが人の恨みを買う、まさかあの優しい母さんが。信じられない。天地がひっくり返ったってそんなことは。ノックなしでも入りますわよ。あら、ちょうどよかった。ねえ、ちょっと万歳してベッドのフレームを掴んでみてくださらない。何を。お姉様、フミ、それとも義理の母親の窓か。ああ、そうなんだ。やっぱりあんたら親子ってそういう関係なんだ。窓かって相変わらず気持ち悪いの。外面は善人風、塾では優しい窓か先生って親御さんには大評判で通ってても、うちの中じゃ自分の義理の息子と乳くり合ってる。本当にヘドが出るわ。お仕置きしなくちゃね。It is what it is. It is what it is. 母さんもこの屋敷で働くことになった。金策に困り果て、熟女専門風俗店の面接を受けようとしたところを玲子さんが見つけて連れてきたのだと。この屋敷で働いて借金を返済したらいいという玲子さんの提案を、奥様は何も異論を挟まず許可された。悔しいわね。愛しい息子の童貞を横から出てきたトンビにさらわれちゃって。あ、母さん。母さん、母さん。りょう、何よそれ、隠れてるつもり。ふみさん、これは一体。ふみ、ご苦労様。それからりょう、今日はちょっと面白い趣向を凝らしてみたの。趣向ですか。そう、とっても面白い遊びよ。Three days later. 空はこんなに晴れ渡っているというのに、僕の心は晴れない。自分自身の性衝動に身を任せて母さんを傷つけてしまったのだから当然なのだが、どんな顔して母さんと向き合えばいいのか。ただ一つだけはっきりしたことは、母さんも同じ思いを抱いているということだ。絶頂の時叫んだ母さんの言葉、僕の子供が欲しいと言ったあの言葉。Hold up. Wait a minute. Something ain't right. レイコさんの部屋から聞こえたな。レイコさん、最初から言っておいたわよね。この家の主人は私であって、あなたではないと。だからといって、この女のことで。どういう理由があろうと、この屋敷では私が絶対なのです。やだ。奥様、いいんです。私のことなら。黙っていなさい。別にあなたのためにやっているわけではありません。人間はルールがある社会的生物です。そして、この屋敷では私がルール。お姉様、まさか私に折檻をしようなんてことを。あなたはもはやこの家の人間ではありません。
部外者が私の使用人に嫌がらせをしたのです。ごめんなさい、姉さんがそこまで怒るとは思わなかったの。だから許して。いいえ、私はこの家の主人としてあなたに罰を与えなければなりません。リョ、服を脱いで裸になりなさい。はい、奥様。It is what it is. It is what it is. A few moments later. リョウさん、起きてください。フミさん、どうしたんですか。レイコさんが火を。レイコ、一体どうしたって言うのよ、レイコ。奥様、申し上げにくいんですが、見回りに行った時にはすでにレイコさんが燭台を振りかざしてカーテンに火を。そう、でも今となってはどうしようもないわね。待ってください、レイコさんが火をつけるなんて私には信じられません。でも私は確かに玲子さんが きっと私たちに逆恨みしてやってしまったに。昨日じっくり話し合って分かり合えたんです。長い間積もり積もった気持ちを全部吐き出して。ですから今の玲子さんは逆上してとんでもないことをするような状態ではないんです。そうだったの。マドカ、あなたを信じましょう。ありがとうございます、奥様。喜ぶのはまだ早いわよ。今後あなたが玲子の面倒を見るのよ。きっと長い期間の治療が必要になるでしょう。それでもいいかしら。ええ、もちろんです。でも私にはそのお金が。妹の治療費まであなたに出させようなんて思ってないわ。それにあなたにはそれ相応のお礼もするつもりよ。借金はその中から返済していただくってことでいいわね、奥様。あるよ。リョウ、後のことはお願いね。これでよかったのでしょうか、奥様。何が。レイコさんのことです。何か不満でも、フミ。いや、決してそんなことは。レイコがあんなことになってしまったのは想定の範囲外だったけど、マドカと二人仲良く生きていけるようになったのは最良の結果だったのかもしれないわ。それよりあなたの身の振り方をどうするつもり。それはあなたはやっと四ツ谷家の束縛から解放されたのよ。あなたが監禁部屋で必要以上にレイコを責め災難だのは、あなたも相当レイコから追い詰められていたからなんでしょ。奥様、気づいていらしたんですそのぐらいのこと全部お見通しよ。レイコがあそこまで崩壊するとは思わなかったけれど、私には面倒見きれなかったし、マドカがついてくれるんだもの、結果的にベストなのかもね。さあシャワーを浴びて休むわ、フミ。あなたももう下がりなさい。実はフミは腹違いの妹なのよ。え？レイコもフミ自身も知らないんだけど。レイコもあんなでなければきちんと説明しなくちゃと思っていたけれど、フミには近いうちに話さなくてはならないわね。彼女も四ツ谷家の中だけで暮らしてきて、私たちのために尽くしてきて、おまけに男性恐怖症で普通とは違った生き方をしてきたけれど、屋敷も燃えてなくなったし、寮のおかげで新しい自分を発見したから、これで外の世界でも生きていけるでしょ。奥様。寮、あなたもね。それじゃあ今後奥様はどうなされるおつもりなんですか。玲子さんも母さんもいないし、フミさんや僕まで離れていってしまったら
誰が奥様のお世話をするんですか？私？私にはうちよりもっと大富豪のパトロンがいるのよ。屋敷もなくなっちゃったし、当分その方のお世話になるわ。でも、それは奥様のお望みなのでしょうか？やあね、今さらそんな青臭い考え方なんてしなくってよ。僕が奥様のお世話をします。よう、あなた本当にバカな子ね。It is what it is. It is what it is. 残るは一人。